はいどうもー、スウェンカ TV チャンネルです。今日は千葉にやってきてるわけですけども、山武市っていうところまでやってまいりました。山武市っていうのは今年東京オリンピックのスリランカのホストタウンになってるところなんですけどね、さくらっていうレストランにやってまいりました。2号店ということで、結構広いですね。駐車場とかも広いし、で、前は何にも見えない前はね、そう見えないけど、前はね畑なんですね。行ってみよう。山武市のさくらさんです。こんにちは。どうも。広いですね、なんかね。広いね。ここはいつオープンしたんですか。9月27日から。去年の、はい、クラスの、はい、にこっちに移転してきた。あれもやってる。今もやってる。今コロナだから閉まってる。閉まってる。で、またやるんだ。またやる。でも今はこっちの山武市のさくら2号店でね、はい、じゃあこれからいただいてみますんで、はい、行ってみよう。はい、はい、来ました。美味しそう。桜レストランどう？立派立派。こちらは並べようかて、プルーン、ココナッツ、ココナッツのエビカレーってことですね。とパリップと、これは何？魚？チキン？メーカーもかて、チキンパラタチン。そしてこれはワンプレートですね。これ何？ワンプレート、これはだからダルですよ。あ、これもダルかな。全然また違う。だからね、店によって全然違うんですよ。ダル。だからこのフロンとかうまそうだな。フロンめっちゃうまそう。うん。ほんでこのパラタはうまそうだよ。ねえ、パラタ美味しそう。はい。じゃないんでしょうか。今日の最終地点に到達しまして、さくらレストラン、最後の晩餐。いただきます。いただきます。じゃあ私は恒例のパリプチェックからいきたいと思います。パリプチェック。はい。パリプチェック。はい、これがパリピ、ここの、はい、パリピパリプパリピじゃなかった、パリプです、パリプではレンズ豆のねカレーなんですが、パリプをいつも最初に食べるんですが、はい、うん、ちょっと思ったよりマイルドな感じですね。でこれも汁がないタイプですよね。もう汁のタイプと汁じゃないタイプがあるんだけど、やっぱり作り方で全然変わるんですよね。でパラタと食べたら美味しいと思います。これパラタうまいよ、多分うまい、うまいっすね。匂いがうまい、匂いがする、はい、これでですね、このコインにパリップをこうしてこれいただきます。はい、うん、パラタがうまいな。最高です。素晴らしい。これパラタだけで食べても美味しいです。ありがとうございます。パリップどこで食ってもうまいな。しかしいろいろ全然違うけど全然違うんですよね。全然違う。でも美味しいよね。うーん、ジンジャービアがあったのでジンジャービアを久々にいただいております。ジンジャービアはジンジャーエールとどう違うんですか。じゃあちょっとピリッとしないですか。はい、ピリッとします、ね、好み好き嫌い分かりますね。好きっていう人とあんまり好きじゃないっていう人。甘いジンジャーエールみたいな。ジンジャーエールより甘いの。まあね、甘いは甘い。甘さも強いし、ピリッも強い。ジンジャーは強い。へー、いやーマジで外れないな。なんかまずいもんあった、今日一日。まずいじゃなかった。うん、全然みんなガンガン食べてる。すいません。いや美味しいんだよ、こんだけ、うん、なんかこのチキンカレーのこの酸っぱさ、俺ほんと今日すごい好き。ハマりました。すごいですか。オラカの味にハマりました。結構みんな酸っぱいですよね。このチキンカレーがみんな酸っぱいのが面白い。東京で食うやつ意外と酸っぱくないやつも多いですね。そうなんですよ。多分初めてですよ、俺こういうの。こっちは酸っぱいです。千葉は酸っぱいチキンカレー。現地っぽいのかな。どうなんだ。どうなんですか、現地だと。現地っぽいんやな。チキンはそんなしないですけどね。千葉の流行りなんだ。もうこれ出番終わったんですか。我々に取材してて。あ、そうなんですか。関東分そんなヒロさんが驚いた外国料理、まずはアフリカカメルーンの料理をご紹介。怖いぐらいいけてしまう。おいなんだこれ。あ、今なんかいろんなの混ざったらすごい美味しかった。うん、本当にぶつからないのね。うん、そうそう、これは不思議だよね。喧嘩しない感じ。やっぱよね、この酸っぱさ俺もうちょっと癖になってた。食べ過ぎだね。今更今日食べたんですよ。全部なんか方向性違うもんね。インド料理ってレストランと家庭の味すごい違ったりするじゃないですか。スリランカってどうなんですか。家庭料理とレストランの料理って結構違いますか。違いますね、やっぱり。インドの方はやっぱりちょっと油っぽいかなみたいな。なるほど。え、和食ぐらい違う、家庭料理とレストランと。
和食って全然違うじゃん。でも全く違うもんね、うん、それをそこまでは違わない。それは違わないかもしれないですけど、どっちが好きですか。な、俺は結構家庭の味に慣れちゃったんで、家庭料理が好きですね。家庭の味に慣れちゃったのは何で。美味しいね。いや、俺最初の頃5年住む前は行くたびに居候みたいな感じでいたと思うんで、現地人の家で現地の飯を毎食食ってたんで、でそれでさすがに1ヶ月ぐらいいた時に毎日家庭のカレーだったからちょっと飽きてきて、うん、最後の方に一回ねケンタッキーに食べてたんですよ。そういうの食べたくなって、うん、まあ、油使った料理食べない。あの特に家庭ではね揚げ物とかしないので、そしたらねその日すっごい喉が渇くの。へー、なんでだろうなと思ったら、やっぱりね油をねずっと取らない生活を結構してたんで、もう慣れなくなっちゃった。そう、油が入ってやっぱヘルシーってことよね。そうなんですね。してます、スリランカいると。奴隷の場合まちまちなんでね、和量食っちゃったやつと太るんだけど、やっぱりでも気がついますよね。インドよりは太らなそうだよね。そうなんですね。